全日本家庭教育研究会は、学習教材、ポピーの出版並びに教育関連のイベントなどを行う、京都市に本部を置く団体である。1973年1月に、小学生向けの教材、小学ポピーの創刊と同時に設立。その後シリーズとして、幼稚園児向け、良い、このポピー、中学生向け、中学ポピーを出版するとともに、 1974年に全国各地の本部に教育相談室を開設。文章や電話などでの教育相談会を実施したり、テレビや新聞の広告活動を展開し、草の根教育運動を展開した。ポピーシリーズは新学者と販売提携を結んでいたが、2004年6月に分社化し、株式会社ポピーから発売されていた。 なお、分社状態の株式会社ポピーは2008年8月末に解散されており、現在は新学者の事業部の一つとなっている。2008年より新学者の名義でプロゴルファーの石川亮とスポンサー契約を結んでいるが、それは石川亮が小学、中学生時代にポピーの会員だったという理由による、同会が発行している月間の通信教育。 対象は2歳中学3年生。教材の編集、出版は新学者が行っている。競合している採用手の真剣ゼミとは異なり、教材の配達は全国の支部に所属するモニターが行う。また、添削課題制度がなく、全国各地で会員を集めた学習会を開いている。ありがとうございます。